天満湯札幌暮らしぶり。はい、ユニチョウ、これが自慢のですね、コキアの紅葉ですよ。コキアの紅葉、うん、ところどころすっごい綺麗なね、赤紫になっていて、いやこれ全部だったらお見事ですけどね。もしかしてこれ枯れちゃっているから、ちょっとだけ遅かったかもしれませんね。皆さんに来年素晴らしい、もう一番ね、コキアの美しい色の時期必ずお伝えしようと思いますので、ちょっと来年までお待ちくださいね。今日朝張り切って、10時開園だからもう今10時にちょうど来たんですけど、なんか車全然なくて、あれと思ったら、あ、ここに1台この人も今日も見れると思っていらしている人がいました。私たちと同じようなね、残念でした。また来年リベンジします。来年はタイミングを逃さずに行きたいと思います。はい、中宝です。まゆです。さあ今日私たちはですね、ユニガーデンにやってまいりました。ちょっと後ろ向っていうのは、車はこうやって動いて、パパこっち、うん、絡めましょう。コキアとコキア、あれ、いや今これから紹介するからそんな答え出しちゃったら面白くないじゃん。今日私たちは、はい、あの8月のフフラハナホーのね、あのイベント以来、うん、2ヶ月で、あの時ね、もうスラットのちょうど今この場所ですよ。あれ、なんかもう様子が違う。あの時ね、コキアがまだね、コキアがまだこんなでした。ちっちゃかったんだよ。今もうびっくり、ふわっふわのモフモフ。これ見てみて、今もう最高です。これ今こんな感じですよ。皆さん見てください。ドン、どうぞ。
はい、ということで、はい、コキアもう満開っていうのはなんていうのこういうの見ごろ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 ね、うんうん、見ごろイコールもう閉園の時期が近づいてるという、閉園の時間も今近づいてます。ということで皆さん滑り込みセーフでした。まだちょっとあるからね、うん、私はねお伝えできてよかったです。はい、ということでユニガーデンコキアでした。皆さんも見に来てね、まあ、ハロー。She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. She's a Mona Lisa. Everyone's lining up to see her. There must be something that